出してていこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。乳首チラ見せしてみた。結構引いてたよお前いつも8万人の前で集体晒してるから、ね、8万人の前でさティッシュ晒すの俺ぐらいじゃん。お前ぐらい。ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになりまして、はい、皆さんからプレゼントいただきました。イエーイ、またプレゼントしちゃったよ。結構ジンときた。ジンときたね、あれね、すごい。なんか青春、めっちゃ青春。27歳でこんな青春味わえると思わなかったよ。青春と言われた映像を流しとくわ。流したいよ。タイミング合えばいいんだけど。ということで今回何をもらってきたか皆さんに紹介していきたいと思います。はいどうした？ネクスト店舗2021から、調子悪いな。いただきました。じゃじゃーん。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいです。やばいです。いや、ナイキのさ、色のチョイス毎回やられるんだけど、センスあるよね。センスある。こちらマックスフライを入手したことによって、いろんな厚底シューズを試していこうというところで、ネクスト店舗も試したいなという話で、ヨシさんとね一回買いに行こうとした時もあったぐらいですね。そうだね。まあ、今回この一番新しいカラーをみんなからいただいたということで、ヨシさんも履いたことない？俺もない、うん、今まで扱ってきて、まあすごい厚底でして、エアのとこですよね。僕あんま詳しくないけど、これはカーボンではなく、プレートは一応入ってるみたい。ただカーボンではない、ナイロンプレートかな。ナイロンプレートっていうのが入ってるんだ、はい。まあ、レーシングシューズとしても扱えるとか。そうです、そうなんですよ。そうなんだ。まあちょっと履いてみたいなっても思ってます。かしこまりました。いつも通りあの皆さんとちょっと、本当は長距離向けのシューズだと思うんですが、マックスフライを使いにあたってどういう感覚なのかっていうのを、はい、また履いてちょっと皆さんにお届けしていきたいと思います。はい。それではやっていきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。あれなんだね、アッパーはなんかアルファフライトちょっと似てるかと思いきや、全然伸縮しないニット。重さはあれだわ、ちょっとあるね。あれなんだね、ちゃんと多分ここズーム X なんだね、素材が。ズーム X 書いてあるね。ズーム X 書いてありますね。うんうん、それはね、弾むよ。でこれもまあ僕は多分もし使うとしたら6、7割ぐらいの流しぐらいまでかなって思ってる、はいはい、うん。あ、そうなんだ。13秒ぐらいまでかなって思ってる。なるほど、ね、ペース的には。この感覚はアルファと一緒だね、うん、あ、そうなんだ。ここはアルファよりもちょっと硬い、硬いというか、うんうん、収縮がなくなってる。ホールド感はまあ問題ないね。問題ないね、うん、どうですか、やっぱアルファフライとかズームフライ、うん、履き慣れてると思うんで履きやすいと思うんだけど、アルファフライをめっちゃ優しくしましたっていう感じ。この感じ、うん、はこの感じ、うん、ジャンプして弾む感じは、うん、想像以上に弾む。だからアルファフライよりはまあ弾む感じ落ちるのかなと思ったんですけど、想像以上に弾むね。さすがズーム X、 すごい。ちょっと一回走ってきていい？行ってらっしゃい。ダッシュで行こうぜ。懐かしいな、この感じ。アルファフライよりも癖はないのに、ベイパーフライの反発力、推進力と肩を並べるぐらいいいというか、むしろベイパーよりは反発あるかな。まあちょっと重さは多分ベイパーよりはあると思うので、まあそこで好みでどっち選ぶか分かれると思うんですけど、普通に想像以上でした僕、うん、これすごいね。よかった、うん、よかったよかった。俺だけど本当にいいわ。世間の感覚なんかあんまり騒がれないからさ、ベイパーとかアルファほど騒がれないイメージだったから、うん、俺もあんまり自分で勝手に期待しないかったんだけど、うん、もっとねこれ騒がれてもいいと思う。すごくいいわこれ。すごくいいんだ、うん、めっちゃスピード出る本当に。おすすめ？いや、おすすめできる。アルファとかベイパーとか一回履いて自分の好みで選んだ方がいい。この3つに関しては本当に申し分ないクオリティでスピード出せるシューズだね、うん、素晴らしい。よかった、うん、ナイキの CM できそうじゃない名城小林選手からフォロー来ました、ね、いいな。知ってる？知ってるよ。ちっちゃくて可愛い子でしょ。そう、 DM しちゃいました。なんて書いてきたの？見てますみたいな。じゃあ俺も知ってるってことかな。多分知ってる。まあ実はね、もう履いているんですよ。マックスフライを履かせてもらってて、やっぱりちょっと癖のあるスパイクなので、シューズもそういうところに近く寄せていきたいなっていう思いがずっとあったので、こういうシューズ欲しいなと思ったところをみんなくれたっていう話なんですけど、うん、もう見てください、この前足部分のこのエア、この潰す感覚はもうまさにマックスフライ。流しして加速乗ってきた時の弾み具合もまさにマックスフライ。もう一回で、もう一回で、まさにマックスフライ。うおー、ダッシュで行こうぜ。うんうんうん。
もうこのズーム X の音聞いた時最初はね笑ってたけどね、もうそろそろ俺らも慣れてきたよ。慣れてきた。あいつ慣れすぎてあくびしてるもん。ほーみたいな。ありがとうございました。いや、すごいね。吉川のボストンテント、テンポとフュエルセル5280。この辺を全部使ってって、ウェイトとか階段系の動き、今までやってきた階段系の動きをするときは、アシックスのウィンドスプリントを使っていける。まあ、その練習の用途用途で、それぞれ変えていきたいなと思います。すごい。完璧です。大学時代の周平はさ、そんなことやってなかったでしょ。やってないね、もう。ポテンシャルだけで走ってた、ただの人だったのに、進化したんだね。進化しました。はい。よっ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。あ、こっちだ。OK です。やった。完全に嬉しいですね。すごい時間。しかも、しかも、そんな真剣に撮るところ。未来のなんか。ナイス。全部でなんと。7問全部で7問はい、全部で毎日練習するの大変だろ。7って言ってるの大変だろ。そうっすよね。神奈川うわぁこれはあれ、よしきさんだったっけ。しゅうさんは TikTok のスピードレベルどうする。100m 20秒ぐらい。20秒。まあそれ、あれじゃないか、俺の戦後のペースです。周平がかっこよかった。あ、周平さんかっこよかった。あ、でもなんか無視。